中野製薬株式会社は、京都市山品区に本社を置く、シャンプルやヘアワックスをはじめとする、ヘアスタイリング用品の製造、販売を行う化粧品会社である。創業者の中野孝一が、1956年に京都にて化粧品の製造を行う、中野科学研究所を設立する。創業当初はその名の通り、 ヘアカラーなどの化粧品を製造していたが、1959年に、開層後は、シャンプーリンスなどを製造する企業に転身する。創業当初より、特に、ヘアサロンを中心とする業務用向けに強い企業として知られ、新人美容師を対象とした、ヘアデザインフォーラムや、テクニカルコンペティションなどの各種セミナーコンテストなどに、力を入れていることでも知られる。 製造している品目がシャンプーなどのヘアケア製品であるため、社名の制約とは遠慮くなっているが、同社を創業した中野孝一が化粧品も薬を作るのと同じように作りたいという思いを込めて命名したため、社名は変更されずに今日まで存続している。グループ会社としてペット向けヘアケア製品の販売を行うハートランドがある。 2012年度より健康推進並びに集中力向上の一環として、現社長、中野幸太郎の命により、京都の本社オフィスにある椅子をすべて撤去し、その代用にバランスボールを設置している。ありがとうございます。